皆様こんにちは。音楽劇イエライシャンラプソディでリコーラン役で出演いたします木下遥です。まずはこう音楽を通じて生まれたこう人と人とのつながりっていうもののエネルギーっていうものをすごく感じて、そこが素敵だなって思った部分でもありますし、こう音楽に国境はないってこうよく聞く言葉ですけど、こう私たち今の時代だといろんなツールで世界の音楽を聴くことができたりっていう、その国境がないっていう部分においてこう実感が今は持てるんですけど、リコーランが生きた時代っていうのはやっぱり戦時下であり、そしてもっと今より複雑で難しいあの環境に置かれている中、音楽の力を信じてまっすぐと歩んでいく姿っていうのはすごくかっこいいなと思いながら、読ませていただいてました。やっぱりまずは私もリコーラン役っていうことを聞いた時に、あのリコーランの役をさせていただくんだって思ったくらい大スターであり、やっぱり中国でも日本でも世界で活躍された方なので、説得力を持たせられるように内面の葛藤だったりっていうものをしっかり丁寧に演じていきたいなと思っております。リコーランさんのやっぱり歌声っていうのは技術もものすごいし、やっぱりそこに乗ってる哀愁とか色気とか、本当にこう歌声にいろんなものが詰まってあるあの方だなっていうふうに思うので、私の歌声に私なりの表現を乗せていい歌を届けられるように頑張りたいなと思っています。やっぱり初めてご一緒させていただく演出家さんとあのやるっていう時はやっぱり毎回すごくアプローチの仕方が皆さん違って、そこにワクワクしながらあのお稽古することが多いので、今回もどんな演出を受けられるかっていうのはとても楽しみにしています。私の事務所の社長がこれまで見た舞台でいい作品の話を、良かったなって思った作品の話をされる時によく出てくる作品が川原さんの、 あの演出された舞台で、だからそんな川原さんの演出を受けられるってことをとても嬉しく思っています。まずはその皆さんの名前をこうカッと見た時に、なんて豪華なと言いますか、この中に自分の名前があることをすごく光栄に思いますし、山西さんが昔前に舞台で拝見した時に、あのお芝居の素敵さはもちろんなんですけど、あのセリフの届け方のなんか明瞭さと言いますか、色鮮やかさにものすごく圧倒されて感動した俳優さんなので、あの皆さんももちろんすごくご一緒するの楽しみなんですけど、いろんなことをあの聞いてアドバイスいただけたらなって思ってます。音楽劇イエライシャンラプソディ、ぜひぜひ、皆様に見に来ていただきたいと思っております。音楽の力、そして人と人とのつながりによって生まれる力、たくさん感じていただける作品になると思います。ぜひ劇場に足をお運びください。